さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、パズドラ公式放送最新情報をまとめていこうと思います。はい、まあ、公式放送年末最後ということでね、かなりいろんな情報あると思うので見ていこうと思います。で、多分既存キャラ情報修正とかそういう系があると思うんですが、そこまでをね一旦まとめようと思います。コラボとか、あとは石配布とかあればいいなって感じで見ていこうと思います。ちなみに今日僕は16時間寝るというとんでもない偉業を成し遂げまして、寝起きです。よろしくお願いします。現在夜7時です。やっていきましょう。まずは該当ダンジョンに一定確率でね、ブラフマードラゴンが出現します。はい、こちらは極限の闘技場の烈海の化身や裏烈海の化身で出現と、12月28日月曜日から1月11日月曜日までです。で、こちらを使うことによって芝とかそういう系がアシスト進化できますと。超転生キャラからアシスト進化が可能になっています。この性能は後で発表されるのかな、ちょっとまだわかんないですね。はい、とにかくブラフマードラゴンが出現して奇跡がね、ゲットできて新たに進化が増えますという感じで、続きましてクリアは一度きりのスペシャルダンジョン年末年始チャレンジ2。やっぱり来ましたね、年末年始チャレンジ。前回65階層とかいうとんでもない、69階層かとかいう、ね、とんでもないダンジョンだったんですけど、今回もなかなかやばいです。一つ目が双極の女神3にプラス運命の三神っていうね、かなり長いダンジョン。さらにもう一つ2番目が裏烈海の化身に裏魔門ということで、裏修と裏烈海です。これ普通に難しいです、はっきり言って。なのでまあセイバーと炭治郎を使ってあげてサブでギミック耐性っていうのが一番勝ちやすいのかなとは思いますが、報酬のその分めちゃめちゃ豪華で、イベントメダル5枚とイベントメダル10枚がもらえます。はい、これも期間は12月28日月曜日12時からという感じになっています。はい、で、隠しフラワーを探そうスペシャルダンジョン探索ダンジョンが登場です。こちらは探索ダンジョンとは、最初から出現しているのは秘境を探してフロアのみ。このフロアを様々な条件を満たしてクリアすると、その条件に応じた特別な隠しフロアが登場と。こちらなんと期間1月1日12時から、まさかのお正月に始まるみたいです。まあちょっとどんな感じかまだわかりませんが楽しみですね。そしてこちら、ミアーダ登場です。こちらはですね、変身キャラになっていて、まあ多分新しいゴッドエスのキャラかなって感じです。はい、やっぱり新フェスゲンですね。これも性能後半見れるんですかね、ちょっとまだ発表されるかどうか分かりませんが、新フェスゲンミアーダ登場です。水属性かな、多分無属性か水属性だと思いますが、なかなか水属性の環境を変えてくるような性能だと予想しています。楽しみですね。はい、でこちら3連ガツダラと5連ガツダララインナップで、どちらかが的中すると指定されたラインナップのガチャを表示回数分回せるということで、年末年始スーパーゴッドエスがめちゃめちゃ美味しくなるって感じかな。これが出た瞬間に3連5連が回せるからね、年末年始スーパーゴッドエスめちゃめちゃお得になると思います。はい、まあ、そんな年末年始スーパーゴッドエスは12月31日、昼の12時から1月3日23時59分までとなっています。これは石やったら回す価値十分あるかなって感じで、コラボ次第だけどめちゃめちゃ美味しいと思います。はい、さらに魔法石100個プラス10連ガチャドラ確定ガチャ 8000M を販売決定。魔法石100個と10連ガチャドラ確定ガチャが入手できますと。本来100個が、85個が5000円だからめっちゃお得ってわけではないのか、わかんないけど、ただ10連ガチャドラでスーパーゴッドエスが引けるってことも考えると8000円の価値は十分あるのかなとは思います。はい、10連ガチャドラ確定の魔法石100個付きセットが8000円にて販売らしいです。お正月の12時から販売、0時から販売です。そして9周年前夜祭イベント実施決定です。来た。まあ今まで前夜祭はね、めちゃめちゃいいイベントばっかが多いですからね、かなり期待して見ていこうと思います。行きましょう。はい、ということでこちら魔法石100個プレゼント決定です。イエーイ、来ましたよ今年も。1月1日朝4時から2月1日の3時59分までの期間の間に1回でもログインすると魔法石が100個もらえます。でかすぎる、マジでか。ありがとう運命さん、神。まあこれによってね、お正月石ない無課金勢の人もね、めちゃめちゃ楽しめると思います。逆に課金勢の人からしたらね、100個追加で来ますから、もうありがたい限りですね。はい、魔法石100個プレゼント決定です、神。そしてこちら、毎週選べる星のクエスゲン交換メダルプレゼント、イエーイ。これもすごいです。で、1月1日から1月10日までって感じの期間で、毎週配られていくんですが、星6フェスゲンを交換できるみたいです、モンスター交換所でね。で、ラインナップに関してはこんな感じ。ラインナップ1つ目が、オーディンとティホン、イルム、ライジェン、風神、アメミナ、カメムスビで、2つ目がソニア、スクルド、エスカマリ、フェンリズ、パイモン、ヨグ、コットン、そして3つ目がメタトロン、カーリー、シェアとシェリアスルーツ、ダンタリオン、グレモリ、ネイ、モリグ、そして第4弾がリューネ、カエデ、カンナ、シルビー、バルディン、マテン、アテン、マッハって感じになってます。はい、こちらに関しては全体的にね、強いキャラが多いので、またね、どれ交換したらいいよっていうのも解説動画撮ろうと思ってるんで、迷ってる人はそちら見てください。逆に言えばですね、もうこれも自分が欲しいキャラがいる場合はそれをパッと取れるわけですから、しかも無料で、
やばいっすね。さらになんと、パズドラパスを利用してる人は、毎週もう1枚ゲット！やばすぎない？毎週ヘスゲ2体入るってことですよ。これね、ちょっとあまりにも今の期間パズドラパス美味しいんで、今すぐパズドラパス入っておくことをお勧めします。今入ると、超絶スーパーゴッドエースももらえて、なおかつ、ラインナップでこれ、パズドラパスでもう1枚もらえるんで、なかなか美味しいんで、今月だけでも入っておいた方がいいと思います。はい。他にもイベントあります。1月はずっと星6星7フェスゲンスキルレベルアップダンジョン登場。さらにスペシャルダンジョン前夜祭一度きり超絶経験値が登場するという感じになっています。はい。そしてこちら、でん。あ、もうブラフマードラゴン性能見れるんですね。見ていきましょう。はい。バイン耐性2つ、スキブ2つ、封印耐性2つ、10強に水ドル強に、水ドル強じゃないですね。水コンボ強化に非コンボ強化です。なんかコンボ強化多いね、最近。スキルは1、3回復が半減されて、2コンボ加算、最上段を水に、再下段横1でと火に変化って感じ。で、リーダースキルは、火と水属性の HP が2倍。水の2コンボ以上で2コンボ加算。火、水の同時攻撃でダメージを軽減。攻撃力が16倍です。普通に強いんだが、どうなってんのこれ。普通に相方によっては結構強い気がします。ブラフマードラゴン。まあ悪くない性能だなって感じ。で、はい、まさかのもう芝とかそういう系の武器も見れるみたいです。じゃあ見ていきましょう。まず、芝の武器から、スキブ、卑劣強化2つ、指延長、HP 強化です。で、覚醒に関しては全キャラ共通で、烈強化2個とスキブ、指延長、HP 強化なんで、はい、ラクシムも水烈強化2つ、パールバティも亀烈強化2つ、で、インドラもブリトラも闇烈強化2つ、光烈強化2つって感じになってます。じゃあスキルだけ見ていきましょう。スキルは3ターン敵の防御が0になって、3ターン受けるための激減が、芝になっています。はい。敵の防御ゼロ3ターンだからね、結構強いし、激減もあって、しかも3ターンだからね、これが14ターンで打てます。武器としてはかなり強いんじゃないか、スキブ武器だしね。で、ラクシミ、HP バインド覚醒無効全回復で、水以外のドロップから回復ドロップを5個生成って感じ。はい。で、続きまして、パールバティ、闇ドロップを、木に、水ドロップを回復に変化、2ターン回復力と金属製の攻撃力が4倍。エンハンスとしてめっちゃ強いね、これ。ね、普通に一緒ですね、はい。で、エインドラ。12ターンで2ターンの間回復力が2倍受けるダメージを激減バインド覚醒無効全回復なるほどでスキル、ブリトラですねブリトラはスキル最上段横一列は闇ドロップに変化1ターン闇属性の攻撃力が4倍って感じですインドラはね結構ね魔老とかでも使えそうな優秀な性能だと思うでブリトラの周回では使えそうで芝も、魔老でまあワンチャン使えるかなぐらいの感じでラクシムに関してはちょっと決済ドロップ回復惜しかったなっていうのがあるパールは普通にエンハンス要因として強いと思います。そんな感じ。続きまして、ヘスゲンミヤードですね。はい、こちらの性能を見ていこうと思います。バインド耐性プラス封印、水コンボ強化ですね。やっぱ水貴族ってなんですね。で、2ターン遅延して18ターン変身です。76マスリーダーですね。見ていきましょう。でん。バイン耐性プラス封印耐性、水コンボ強化、7コンボ強化4つ、指延長プラス2つです。かなり火力高いね。火力特化の性能な感じになってます。で、攻撃力も3705プラスってあるので、かなり高め。で、スキルは1ターン、ドロップ操作が 1.5 倍、ドロップの6個を解除して、回復以外から水ドロップを6個生成と。エンハンス欲しかったなって感じではあるけど、まあ一応水生成一緒だと思います。はい。で、リーダースキルは回復攻撃タイプの HP が 1.5 倍、攻撃と回復力は2倍、水の2コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が9倍です。HP1.5 倍に軽減多分 35% かな。あるの悪くないと思います。で、攻撃18倍の回復2倍。まあ普通になんかあれだね、アルバートみたいな性能だね。アルバートみたいな性能だと思います。まあ相方次第では強いんじゃないですかって感じですね。まあスキルちょっとエンハンス欲しかったけどね、そんな感じの性能になっています。はい。そして続きまして、極限の闘技場タイムアタックチャレンジ。スーさんが挑戦されてたやつですね。はい。コラボキャラクターはアシスト以外使用禁止。はい、こちら。濃厚報酬で、レア勝ちで当たるモンスターがパワーアップという感じで、ユークスパーティーでやったみたいです。はい。ガチやん。ガチやん。ガチやん。10分で勝ってるよ。ガチやん。さあ、1体目まずはミストルデイン !2 体目イズイズ !3 体目待って。アモン。4体目アルスノバ。よし。5体目トール。6体目ウラノスって感じで、この6体がラインナップされました。はい、この6体がね、強化されるみたいです。なるほど、今回は既存キャラの情報指定とかないんですね。こんな感じで終わりみたいです。はい。もうなんかめちゃめちゃなんかさ、もう神じゃない？マジで。石100個配布もあるしさ、もう文句言うことないよね。まず新コラボ楽しみだし、ね。で、さらに婦人ファンタジアもあって、で、スーさんのおかげで6体のキャラが強化決定して、ガチなんよ。で、タイムアタックチャレンジのおかげでね、キャラ増えて、しかも新フェスゲンアミーダ実装。
そしてシェパーとかこういうね、課金キャラだけど、まあ、ほぼみんな持ってるようなキャラもブラフマードラゴンのおかげで強い武器に進化してくれると。スキブトレス強化武器ですから優秀。さらにブラフマードラゴン結構強い。でパズドラパス入ってる人はね、余分に1枚もらえる。毎週選べる星6フェス券交換メダルプレゼントと、まあ、これでフェス券4体もらえますと。神じゃないこれマジでね。さらに魔王石100個と、もう文句の言いようがないです。こんな感じになっています。まあ、ということで今回はね、年末年始の公式放送をまとめさせてもらいました。ぜひここまで見てくれた人はね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。年末年始もパズドラめちゃめちゃ熱いんでね、楽しんでいきましょう。ということでチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。